安倍貞田党は平安時代中期の武将、安倍氏の統領で奥六軍を支配する府襲長安倍頼時の第二子。クリ川作詞として安倍クリ川次郎貞田党とも妹婿に藤原恒清がおり、貞田党と清平は叔父遠いの関係にあたる。永昇六年に安倍氏と京都の朝廷から派遣されていた陸津守、藤原昇人との争いに橋を発して、 以降12年間にわたって続いた全9年の役において、東北各地に善戦する。登る務の後任として、源頼地が、翌永正7年に赴任すると、御霊勢天皇祖母、上等門院の病気回遊祈願のために大社が行われ、安倍氏も朝廷に逆らった罪を許されることとなったが、天行4年に、悪意ちょんにおいて、藤原光貞の栄社が襲撃される悪意ちょん事件が、 怒ると、頼り近は、事件の長本人と断定された、佐田党の身柄を要求し、父の来治がこれを拒絶して、再び改戦となる。天行五年、安倍頼時が戦死したため佐田党が後を継ぎ、弟の宗党と共に一族を率いて、戦いを続けた。同年十一月には、川崎作によって、後悔の戦いで、国府軍に対象した。以後、衣にも進出して、 誠意を振るったが、公平5年7月、国府側に清原氏が、よ地近側に加勢したので形勢逆転で劣勢となり、安倍氏の拠点であった小松作、木野川作、長海作が次々と落とされ、9月17日には、栗屋川の戦いで佐田は、敗れて撃たれた。深手を追って捕らえられた佐田は、巨体を盾に乗せられ、よ地近の面前に引き出されたが、 より地下を一別しただけで池を引き取ったという、去年44、もしくは34、その首は丸太に、釘で打ち付けられ、朝廷に送られた。なお、弟の宗等は投稿し、同7年3月に、伊予国に配慮され、さらに自虐三年が財布に移された。背丈は六尺を超え、腰回りは七尺四寸という要望怪異な色白の、肥満体であった。 衣川策の戦いにおいては、源義家と和歌の問答化をしたとされる逸話も知られる。今昔物語には、安倍頼時は、道の区国の奥に住む、エビスと同心したため、源頼地下に攻められ、佐田島、宗と兄弟らは、一族と共に、海の北に船で渡り川の上流を三十日余り、遡ったあたりで、湖国の人の軍勢に遭遇した、と伝えられている。 本家旅館後明治初年頃創業。豊かな自然の中、270人を収容する7階建ての近代的な建物が特徴だったが、廃業した。埋葬地埋葬地は明らかではないが、各地に伝承として残されているものがある。異例地、栗屋川作議定地を中心に自社に祀られている。映画 TV ドラマ、ありがとうございます。